自民党を倒す気があるんであるならば、その自民党以外の政党、いわゆる野党と力を合わせて倒しに行かなきゃいけないんじゃないかっていうお話で、それに対する答えはもちろんイエス、おっしゃる通りでございますなんです。おっしゃる通りなんです。でもごめんなさいね、今の野党でこれ一緒に倒しに行くっつっても、自民党の少し穏健派みたいなところが次政権つくのと変わんないんですよ。で、経済政策が間違い続けてるんですね。自民党よりもある意味今の立憲民主党の経済政策はまずいです。はっきり言っちゃったら緊縮です。何かというと、今金利を上げるべきだ的な話をずっとしてるんです。どう思われますか皆さんは。今金利上げたらどうなっていくかって言ったら、当然資金繰りをしなきゃいけない中小零細に関して、これ資金繰りできなくなりますよ。借りられますか。自転車操業してるとこ潰れますよ。もうそんな力ないところは潰れていいんだって話になった場合には、じゃあこの国の圧倒的数が中小であり、そこで7割の人々が雇用されているっていう状況を無視するのかって話になるんです。つまり何かというと、この30年の間で応援されてきたのは大企業中心なんですよ。事実上中小はさらに弱らされてるんですよ。この日本の主役であるはずの、屋台骨であるはずの中小企業に力を入れていくような政策をしなきゃいけないのは当然のことなんです。じゃあさまざま政策を打たなきゃいけないけれども、やるべきことは何かっつったら、30年消費が落ち込み、需要も投資も落ち込み、需要が落ち込んでいる状態で、先進国からも転落し続けている日本にとってまずやらなきゃいけないことは需要の喚起なんですよ。そして中小企業に対して、零細企業、事業者に対して元気が出る政策って言ったら、これイコールなんです。しかも今の物価高っていう部分に対してもプラスになるって言ったら、これ消費税なんですよ。消費税いじらなきゃダメなんですよ。で、世界では景気が悪いとか不安定になった時にはまず消費税いじりますよ。どうしてか、物が売れなくなったら社会に回るお金が減るからなんです。誰かの消費は誰かの所得だから。そのままにしてたらどうなるかって言ったら、より悪くなっちゃうから手を打たなきゃダメなんです。日本がやってきたことは何かって言ったら、景気が悪い時にも消費税を上げ続けてるんです。こんな自殺行為やってる間抜けな国家は日本だけなんです。自民党だけ、あと民主党だけ。その流れを組んでる立憲民主党も消費税を下げるってことに対しては腰が引けてるんですよ。で、30年景気が悪い中で、物価高でコロナっていうものがある国の中で、その零細の人たちに対して、個人事業主の人たちに対して事実上の増税するって狂ってるんですよ。そんなバカな国家存在しない。逆に言えば、物を買う時の罰金は安くしなきゃダメなんです。景気が悪い時は、じゃないと消費落ち込むから。で、この消費税に関して時間がかかるからやってもしょうがないってことを言ってるんです。物価高の時にそんなことやったって、消費税がこれ減税されてる間に物価高なんかもうこれ状況変わってるよみたいなことを言ってるのがこの面々なんです。自民党と立憲民主党、何かというと消費税減税には時間がかかるって言ってるんです。本当ですかね。検証します。まずは彼らが何と言っているかを見ていただきます。岸田総理、消費税についてはこれ引き下げるということになりますと、これはシステムの変更をはじめ大きなコストと、そして期間が必要になります。機動的に消費税を動かすというのは過去の経験からしても難しい。過去に減税なんてされたことあった？ないよね。続いて自民党の幹事長茂木さん、消費税を引き下げると言っても実際の準備期間を考えると半年以上、多分1年近く導入にはかかってしまう、そう言ってるんです。1年かかるって。そして立憲民主党の幹事長、物価高対策として消費税の減税というのは考えられないと思います。つまり所得税の減税と同じように時間がかかりますって言ってるんですけど、見てみましょうか。日本の消費税は海外ではこれまた別の名で呼ばれてるんですけど、どれぐらいの期間でこれが減税されているか、付加価値税などとも呼ばれるものですけれども、イギリス発表します、政府が、いついつから減税します、消費税をってことを言った後、いつ社会で運用が始まったか、7日間ですよ、発表から実施まで。イギリス、税率を 20% から 5% に下げるっていうようなことでたった7日でやってる。ドイツ28日間で完了、アイルランド23日、マレーシア16日ですよ。何が時間かかるんですか。1年かかるって。どんだけ自分たちがポンコツだって話をしてるんですか。それやめられないんですよ、消費税は。どうしてか、
皆さんの社会保障とほとんど関係ないんですよ。大企業に減税するための穴埋めとして使われているのが消費税だからやめられないんです。どうして消費税が必要か、あなたの社会保障とはほとんど関係ありません。こちらご覧ください。法人税です。左が昭和の、56年、右側が令和の始まり、階段状に下がっていっているのが法人税。どうしてここまで彼らだけ減税ができるのか、答えはここ。消費税3、5、8、10。消費税の増税される前後を見てみてください。必ず法人税引き下げになってるんですよ。つまり何かというと、何のために消費税払ってるんですかって、自民党議員を勝たせるため、もしくはある意味で野党を名乗ってる者たちの議員を勝たせるため、組織票や企業献金、そういうもので積み上げられたこの方々に対してのご恩返しなんですよ。労働環境の破壊もそう。それを考えたときに、今30年の日本をここまで没落させた状態と、コロナと物価高ってものが合わさってる状態で、経済政策さえもまともなものも上げられない、今のこの時期に金利を上げていけ、そうすれば円安が是正されるだろうみたいな間抜けなことを考えてるやつらが政権なんか取った日には日本さらに没落しますよ。じゃあどうするのかって、私たちが数を増やして野党で私たちの政策をビルトインしていけるような形にしていかなきゃいけない。与野党が対決して政権交代に実現するっていうのは、おっしゃる通りそれやらなきゃいけないことなんですよ。やらなきゃいけないけど、今自民党と変わらないものが政権取ったって、しかも経済政策がポンコツなんだから、こんなものと変わったとしたら余計悲惨になりますよ。それを考えたら、今一緒に野党で力を合わせて自民党を引きずり下ろそうっていうのは、私は意味がわからない。また騙されるぞって、また嘘つかれるぞって。消費税は4年上げないって言ってたものを上げたよねって忘れましたか。それが民主党だったでしょ。これだけ間抜けな経済政策を未だに、これだけ30年痛めつけられた多くの国民を見ていながら、ここに対するしっかりとした処方箋も出せない、全くずれたようなことを言ってるって、これ申し訳ない、つける薬ないんですよ。そうは言いながらも、立憲民主党の中には素晴らしい議員はたくさんいます。国会で行政監視、ある意味で政権がずるいことしてないか悪いことしてないかっていうことのチェックだったりとか、それに対する追及っていうものに対してものすごく才能豊かな人たちはいっぱいいる、尊敬してる人たちも大勢いる。じゃあ何がまずいのかって言ったら、やっぱり経済政策なんですよ。経済政策以外がいいんだったらいいじゃないかっていう人は間違ってます。申し訳ない。人権守るって、経済不安定の中でどうやって人権守るんですか。無理ですよ。人権守るためには金が必要なんですよ。人権守るためにはまず人々の生活安定させなきゃダメなんですよ。夢みたいなことだけ言ってて、金のかかることに関しては及び腰じゃダメなんです。一方で海外には武器輸出するってことにも賛成しちゃってるわけでしょ。おかしな話だよ。民主党政権時代には武器の緩和、武器三原則っていう部分に関して、武器輸出三原則っていう部分に関しても緩和させるような官房長官談話を出したりとか、それだけじゃない、 TPP 日本の主権を売り飛ばす、海外企業が日本の中に入ってきて日本の 国内産業が淘汰される可能性があるかもしれないと言われたものさえも、最初に道筋をつけたのは何かって言ったら民主党じゃないですか。その時の反省は語ったか。消費税に関して4年上げないと言った、このことに関して実際は上げて結局 10% まで決めてしまったこと、この件に関して謝ったか。今自民党が最低だってことに気づいて、もう自民党はいいよっていう思いになった人たちは多いかもしれないけれど、自民党から自民党とそう変わらないものに変わったとして、その先もういいやって思った後にもう一度政権交代するなんて、むちゃくちゃ大変な話ですよ。私は政権交代の必要はあると思ってます。あると思ってるけれども、一緒に力を合わせて政権交代とは思わない。自民党の自殺点で政権交代ができるんだったら、どうぞやってくださいと思う。一方で私たちは数を増やさなきゃいけないと思ってる。どうしてか、立憲民主党さえも私たちを潰そうと思ってるからですよ。
懲罰動議だったり様々なことに対してまず最初に乗るのは彼らなんだから、だからってそれを引きずって恨んでるわけじゃない。強い野党を作らない限りはこの国は変えられないんですよ。たまたまの相手の自殺点によって政権交代のラッキーがこれ側に込むということで交代しちゃった時には私は道を間違えるだろうなと思ってます。彼らの経済政策自体が間違ってるから。何度もチャンスはない。もう30年もここまで来たんですよ。こっからさらにやばい状況にこの国引きずり込むわけいかないんですね。そのためには野党を強くするためには私たちの数が必要。数が増えれば私たちを無視できなくなる。そうなった時に野党の中に私たちの経済政策と徹底した国会の中での喧嘩をするという政党、その塊を作っていく必要があるというふうに思ってます。政権交代の必要があるというところに関しては一致、ただしその政権交代の仕方があるよねっていうところで意見が分かれる、そういうところです。ありがとうございます。難しいゲームじゃないんですよ、世の中を変えるってことは。ゲームって言い方自体がちょっとありえないだろうと思われた方はここはちょっと我慢してください。これパワーバランスで決まるゲームなんですよ。で圧倒的に自民党と公明党で数を持ってるから彼らがやりたいことは何でも通る。でそれを止めるための抵抗の手段は少数の野党には本当に限られたものしかないんです。体を張って止めるということはこれまでの議会で言うならばある意味でちょっとやりすぎになってしまう可能性があるんだけど、この局面で白旗なんて上げちゃダメなんですよ。少なくとも国民全員が知った上でそれが通ることも納得するんだったら分かるけど、こんなものを納得するはずないだろうって、徹底的に戦う野党を育てるしかないんですよ。 50% の人たちが政治を諦め投票もしないっていう状況の中で、逆に言えば選挙の時だけアイスを振りまくけれども、その後皆さんとの関係性っていうのがないのが今の政治なんですよ。皆さん投票された人がその後どんな仕事をしてるかってことをその後追ってる人いますか。いや自分の生活精一杯のになかなかそこまではできへんって分かります。そりゃそうですよ。でこれだけむちゃくちゃ不祥事だらけの政治の中でその政治に対してもういいやって思っちゃう気持ちよく分かるし、まともな感覚でも、そうやって手を離すことによって何が生まれるかって言ったら奴らはもっと暴走するんですよ。どこまでもそこにブレーキをかけるための勢力をみんなで育てなきゃダメなんですよ。じゃあそれをどこにするっていうのは皆さんの自由だけど、私たちは強烈に一緒にやりたい、みんなと。そこに対して広げていくためには何ができるかって言ったら、こうやって全国回ってるんですね。どうして素敵なバンドの皆さんと一緒にこうやってやるかって言ったら、ただ単に政治の話をするだけだったらもう堅苦しくて無理って人たちも多いかもしれない。だから素敵な音楽を奏でていただいている横で政治の話をしながら、逆に一方的な演説だけじゃなくて皆さんにもマイクを持ってもらうとか、これは誰のためにやってるんですかって言ったら、自分たちの党を拡大したいって思いはあるけど、究極でそれこれ拡大できなくてももうしょうがない、そう思ってるんです。何かって言ったら、あなたにも考えてほしいよって、あなたにも発言してほしいよって、あなたのものだよこの国はって、あなたの国だよみんなの国だよって、その政治に対してタブーなんてあるわけない。オーナーに対して会社経営に口出すななんて言う人いませんよ。あんたがオーナーなんだ、もっと言っていこうっていう気持ちを高めていくって絶対重要なんですよ。学校では詳しく教えてくれないんだから、大人も教えてくれないし大人も分かってない、だからこんだけ腐った世の中が拡大するんですよ。みんな分かったふりでそのままにしてるから世の中壊れたんですよ。分かってない前提でいいよ、人は間違えるもんだから。私も間違えた時には間違ったっていう軌道修正すればいい。間違ったことを恐れて政治に口出さないなんてこんなバカな話ない。あなたがオーナーなんだよって、あなたが変える主体なんだよって思ったら、やっぱり28歳のあなたが生まれた時から不況、いい思いなんて一度もしたことがない、好景気って何なんですか、美味しいんですかみたいな話でしょ。だから本当に景気が良くて安定した社会っていうものをこの先のあなたの人生の中で経験をしてもらいたい。でむちゃくちゃいい時代はあったけど今むっちゃ最悪、死ぬまで働けっていうのがこれだけの年金でって絶望してる人たちにもいい時代が来るもんだねっていうふうに思ってもらいたい。世の中捨てたもんじゃないねってものを作るにはみんなの力必要なんですよ。ここまで地獄みたいな社会簡単に作れちゃったんだから、30年も続けてぐらいみんな頑張ったわけでしょ。
この地獄みたいな社会を固定化させるためにみんな必死で頑張ったんですよ。じゃあその力別の方向に振り分けようぜって、一部の者たちだけおいしい思いをしてきたっていうところからそろそろシフトしよう、みんなに分散していこうっていう簡単なことですよ。だから一緒にやっていきたいです。あなたともありがとうございます。に求めることは何か、国民が一体何をしなきゃいけないかっていうことですね。一番しなきゃいけないことは政治への監視です。監視の目を強めなければならない。監視の目が薄まれば薄まるほどやりたい放題になっていくんですよ。投票率といっても 50% そこそこ、半分以上票捨ててるんですよ。もうこれ監視以前の問題ですね。で、投票する人でも投票した自分の候補者が議員になったその後知らないとか、で国会の中でどういう議論がされているか全くわからない。逆にネット上で何かしら簡単な何行かで出てきたものでこうそれがそういうことなんだなっていうふうに理解をしちゃう。政治を監視するってことをやらなきゃいけないと。これは何かというと、監視の目が緩まれば、いや俺はもう政治なんてどうでもいいよという人が増えれば増えるほど得する人がいるんですよ。それは何かって言ったら中でむちゃくちゃするやつらのことなんです。それを考えたときに、やっぱり今の政治はどこに向かってんのか、どういう方向性にいってるのかっていうようなことのやはり関心は多くの方々が持たないと、やっぱり政治に対して手綱をしっかりとつけて引くっていうか、そういうことが求められていくんですね。先ほど言いました 50% ぐらいの人は票を捨てちゃってると。でも考えてもらいたいんですけど、この国のオーナーは総理大臣ではないんですよ。総理大臣って雇われ店長なんです。日本では1年に1回ぐらい店長変わってましたよね昔で。今の店長になる前のその前の店長は選挙が近づいてきてこいつじゃ勝てないなってことでクビになったんです、菅さん。で岸田さんになったでしょ。で岸田さんもここまで来ていよいよ次の選挙で勝てないなと思ったらまたこれ首切られるんですよ。雇われ店長なんです。で一方でじゃあこの国の真のオーナー誰なんですかって言ったら皆さんなんですよ。あなたがこの国の最高権力者なんですよ。あなたがこの国の株主なんです。一人一人が筆頭株主なんです。ってことはこれ今の話は横に置いて、あなたがプライベートで数百万あったと、貯金数百万あったものをみんなで共同出資で居酒屋することになった。その居酒屋お金出した後に関心持たないって無理でしょ。今月どうなってるとか客の入りどうだとかいろんなこと知りたくなりますよね。自分が出資してるんだから、自分がオーナーだからですよね。でもそれが国っていう単位になったり政治ってことになると自然と手が離れちゃうっていうのがこれ困りもんだなって思います。だからオーナー一人一人がやはり政治に対してこれは監視をしてるってことが逆に緊張感を生むんですね。今国会の中申し訳ないですけど緊張感なんて全くないですよ。たるたるのゆるゆるそんな感じです、はい、死んでんちゃうかなっておっさんいますもん、寝すぎて。びっくりしたのがこれだ、私の隣のおっさんがいびきかいてたんですよ寝てて。いや私誰々がいびき寝てましたとか言いません、わざわざ。どうしてかって言ったら、まあ、人それぞれいろんなことがあるだろうから疲れてるかもしれないし、で国会自体がものすごく退屈な場所なんですよ。だって自民党の質問なんてよいしょばっかりでしょ。与党っていうところはよいしょしかしないわけだから、そんなクソつまらない話ずっと聞いてられないですよ普通はね。私は寝ませんよ、私は寝ないけれども、それぐらいひどい現場だってことです。あの中に緊張感を作り出すためには何が必要かって言ったら見られてるんだっていう緊張感、これがまず必要だってことですね。そこからも変わっていくだろうと。で、一方でそういう状況を作っていくのにものすごく難しい状況も国内にあるわけですよ。何かって言ったら目の前の生活で精一杯、朝早く起きてクタクタになるまで夜まで働いて家帰って、さあ今日の政治はどうなってるかなってインターネット開きませんよ普通。できればリラックスしたいって、楽しみたいって、わずかな一日の時間を自分をリラックスするためのコンテンツを探す、それがほとんどでしょ。だから一定多くの人々の中から余裕が失われるような社会は政治に対しての興味っていうのは薄れていくっていうところもあるんだろうなと思ってます。逆に言えば国を統治するもの、コントロールする側にしてみれば
多くの人たちが目の前の生活で精一杯という層を多く作り出すことによって、私は逆にコントロールしやすい社会を作ってんじゃないかなって思ってます。陰謀論とかそういうことじゃなくて。ひどいじゃないですか。 6.5 人に1人の国民が貧困の状態になるんですよ。もちろんどこかの発展途上国のように飢餓に遭うとかっていう状態まではなかなかいかないけれども、一般的な相対的な貧困という意味では 6.5 人に1人ですよ。ある意味で目の前のことで精一杯というような状況に多くの人たちがさらされている。そこに何かしら改善するようなことをやられてますか。子ども食堂が全国に9000件と言いながら、この9000件を半年1年で終わらすことできるはずなんですよ、本当はね。子どもの貧困の解決ってことも、国が本気になれば予算をつけてしっかりと仕組みを作っていくことさえもできるはずですよ。どうしてやらないの。やる気がないからですよ。そういうことを考えれば、一定の選挙に対して、政治に対して、社会に対して何かしら動かそうとか、そういうことを思いつかないような状況に置かれるっていうような層を作り出すっていうのは、統治する側としては当たり前のことなのかもしれないなっていうふうに思います。悪い統治者の話ですね。で、話戻ると、ぜひですね、今の政治おかしいよねっていうようなことを軽く周りの方々とシェアしていきながら、一人でもこの 50% で止まっているところを上げていく。で、できればですね、あなたの中でこういう政策言ってるしスタンスがいいよねと思えるような政党を推していただいたりとかっていうようなところを広げていくと、一人が二人に三人にって広げていくことによって、これ変わっていくんですよ。どうしてもこれ変わっていくんですね。それを嫌がってるのが今力持ってる人たち。昔にね、選挙が近づいてきた時にインタビューを受けて、若い人たちには寝ておいておいてほしいと、選挙の期間は寝ておいておいてほしいって言ったんですよ。これが全てですよ。投票率上げてくれるなと、上げなければ俺たちの組織票が完全に勝つんだってことですよ。全有権者の2割は固めてる、それだけで政権与党を取れるんだ、余計なこと考えるな、世の中変わるなんて思うな、そういうメッセージなんですね。彼らが一番恐れてるのはそこ。だから国民はどうすればいいのかって考えた時に、自分の力で国は変えられるんだってことを思い出してほしいってこと。自分に何ができるんだ、そんなことうまくいくわけないだろう、自分の人生さえも不安定なのにって思う人多いんですけど、とんでもない。紛れもなくあなたがこの国の最高権力者で、あなたがいなきゃ始められないし、あなたがいなきゃ変わらないんですよ。自分なんてっていう思いで国を変えるみたいな大きなことに思えるようなことには決して無理だと思っちゃうけど、そうじゃない。みんなの中からそういうようなパワーを奪い続けるような30年の経済の衰退、その中でさまざま環境変化していきながらなんとかみんな生きてるって、これだけ頑張ってる人たちいないですよ。日本国民ですよ。それがこの30年の経済疲弊の中でもなんとか生きようと頑張ってきてるわけでしょ。もちろんその中で絶望に直面して命を落とされる方いっぱいいますよ。戦争も紛争もないのに2万人以上の人が毎年命絶って、10代20代30代の死ぬ原因の1位が自死ですって。子供から大人まで絶望がこの社会表してるじゃないですか。この世が地獄ってまさに今私たちの国ですよ。じゃあこんな国にしたのは誰なのかっつったら政治ですよ。何でも政治のせいにしやがって、そういう人います。でも違います。私たちがこの国で生きていく上で、この国に存在しているルールの外に出ることはできないんですよ。どうして赤信号で止まるの。道路交通法が基礎になってるからでしょ。どうして消費税上がるのが嫌だっつっても上がった後は払うんですか。消費税法にのっとってるからでしょ。これまで作られてきたさまざまな法律の中にもあなたの首を絞めるものなんか山ほどあるはずなんですよ。そういったものを一枚一枚めくっていく、剥がしていくっていう作業をこれからやっていく必要がある。まずは経済政策で少しでもみんなの心の中に余裕ができる、そういうことをまず軍資金として減税、社会保険料の減免、悪い物価高が収まっていくまでの間の給付金、まずはこの物価高、そしてコロナ、そして30年の不況っていう地獄からまず国が大胆に支出をしていきながら立て直していくってことが必要なんだろうと。そのためにはあなたには力があるってことを思い出してほしいんです。あなたが諦めたらこの国変えられない。一人でも多くの人たちがもうこんなのたくさんだと、変えてやろうぜっていう思いになればなるほどそれは加速することなんですよね。
それをなんとかみんなと共有できたらな、そう思ってます。ありがとうございます。もちろんね、今一番大きな政党は自民党なわけだから、自民党の中から次の総理が誰になるかってことを予想するのはある意味で現実的とは言えると思うんです。でもこれまでの30年の中で日本を壊してきた中心、自民党なんですよ。もちろん、民主党にもそういう側面があったかもしれないけれども、自民党なんですよ。つまりは自民党として活動してきた人間たちは日本を壊すことに加担してきたものであるっていうことを考えなきゃいけない。だから踊らされちゃダメなんですよね。女性初の総理みたいな話で踊らされちゃダメなんですよ。何かって言ったら、これまで日本を切り売りしてきた売国政党のそれを支えた一員どもであるってことの目線が必要なんだろうと。言い方が、あまりにもちょっと乱暴すぎてね、びっくりされた方もいらっしゃるかもしれませんけど、これまでがどうだったかってことを見つめないと、その人たちがこの先の日本を変えるかって言ったら変えない。変えると言ったとしても、これまで通り、大企業資本家に人々を献上するような、結果献上してしまうような状況、グローバル企業に繰り入れしていくっていうのは日本を前に進めるだけ。踊り子が変われと、その中身は変わらないんですね。振り付けは変わらないんです。そうだと思います。なので全く、今の自民党が倒れた後にちゃんとした政権を作っていくっていうのが一番いい部分なんだろうなと思います。はい。これまで投票行ったことがない？ありません。そんなに珍しい話じゃないんですよ。選挙でよく街頭で立って、で街頭終わった後に何かしら一緒に写真撮ったりとかしてるときに声かけてくださる方が結構いるんです。今まで選挙行けへんかったけど、もう決めた、行くわ今回は、って入れるからねっていう70代の方もいらっしゃいました。お父さんさ、何やってたんですかとか言いませんよ。そんなの気持ちわかるから。私自身がおそらく 無関心の 先頭に立つぐらいの人間だったんですよ。あの選挙行ったことありましたよ。でも前の日飲みすぎで次の日もだるいから行かないってこともあったし、政治に対してウォッチせずになんとなく分かったような気になってたぐらいです。アクションなんて起こしたことない。だから選挙に今まで一度も行ったことがないっていう人に対して、もういかがなものなのみたいな話は一切ないんです。そりゃそうだよなって、行きたくなくなるわテレビ見てたらって話ですよね。バカバカしくて言ってられんわって話ですよ。もう関係ない、もう政治は政治、私は私みたいな考えになっちゃうの普通なんですよ。でもそれやばいんですね。私たちが生きていく上で存在しているルールはどこで決めてますかって言ったら国会なんですよ。で国会で決まったルールをそれぞれの地方とかでも落とし込んでいったりとかしてるわけですね。国のルールでそれを地方のルールにみたいな形だったりとか。とにかく私たちが生きていく上で政治と完全に縁を切れることはないんです。一切ない。影響必ず受ける。そう考えたときに、必ずしもあなたのためにならないような法律っていうものが作られてたらどうするかってことなんですよ。山ほどある。で結局国はどうなってるかって言ったら、30年この沼から出れない状態なんですよ。30年疲弊し続けてる。すごいですよね。だから政治のなせる技というか、権力の力ってすごいんですよ。10代20代30代の死ぬ原因の1位、自死。若者から大人までこの世が地獄というのを地で言っている国、誰がこんな国にしたんだってことなんですけど、それは政治によって作られたんですよ。じゃあその政治を選んだのは誰だって言ったら、この国の最高権力者なんです。いや私は自民党には一度も入れたことがない、そういう人もいるかもしれない。でいや私は選挙自体行かない、そういう人もいるかもしれない。でもそんないろんな人たちの結果生み出されたものが今目の前に広がる景色なんだっていうことなんですね。それを考えたときに、じゃあ自民党なんて2割3割程度、全有権者の2割3割しか取ってないわけだから、投票に行かない 50% とかっていう人たちが動き出したときには、これ簡単にひっくり返る話なんですよ。地獄がここまで深まったならば、逆の世界をみんなで作っていこうじゃないかって、こんなロマンある話ないですよ。やってやりましょうよってことなんですね。でこれがねできないんだったら私やらないです。めんどくさくて。これがワンチャン、私ワンチャンあると思ってるからやってるんですよ。でこれチャンスないんだってやりません。めんどくさいもん。なんでこんなね、
千葉で雪降るんちゃうか、雨が雪に変わるんちゃうかみたいな状態の中でデモやったり、その後もここ来てどうも言うて、で明日も明後日も言うて、もう何の罰ゲームですか、いう世界ですよ。これが罰ゲームでない理由は、私がやりたいからなんですよ。私が変えたいからなんですよ。あなたとってことなんですね。ね、いや、あいつらのバックにはな、いろいろおるらしいっていうよく言われるんですけど、とっととそのバック連れてこいやなんですよ。金とか人とか応援させろやって話なんですよ。もうギリギリですよ、もう。ね。もう気力だけでやってるっていう感じですね。あ、お疲れ様ですみたいな、もう随分お疲れになってるでしょみたいなこと言われることあるんですけど、疲れてるってこれいつからの疲れになるんかなみたいな話なんですよ。ずっと疲れてるわっていうね。関係ない関係ない、そんなん。まあ話戻りますけど、政治っていうものがものすごく高いところにあって遠いところにあるっていうものを、とんでもない、今あなたの足元にあるもの、目の前にあるものが政治であり、それの蓄積されたものがこの世の中なんだっていうことを、やっぱり多くの人に思い出してもらう、で共有して一緒に変えてもらうってことは、やっぱりやっていかなきゃいけないなと思います。で、一度も選挙に行ったことがない人がここに来てるっていうのはすごい話じゃないですか。すごい話ですよ。投票所行かずにここ来てるんですよ。最高やね。ありがとうございます。励みになります。